日本の海、千葉の海を未来へつなごう、海と日本プロジェクト in 千葉県。海と日本プロジェクトの一環として毎年開催されている日本さばける塾、今回は寿司銚子丸とコラボレーションする形で開催しました。イベントに集まったのは小学4年生から6年生の児童15名。割烹着に身を包み、アジやホンビノス貝のさばき方、そして美味しいお寿司の握り方を寿司職人さんたちから教わりました。乗せます乗せます、このままこっちに返します。こっち、こっち持って、こう、こう返して、そしたら右手、自身で握ったお寿司はその美味しさをアピールする手作りのポップと一緒に回転レーンへ。保護者の方と一緒にいただきました。そうですね、やっぱりみんなすごく楽しいっていうのはもちろんあると思うんですけど、真剣でなんかこう失敗できないというか、ちゃんと美味しいの作りたいっていう思いがなんかこうグッと入ってたさばける塾になったので、ちょっとやっぱり今までとは違くてすごくいい学びになったなと思います。やっぱりこの魚はちゃんと海にいて生存していてですね、この魚が漁師さんであったり、いろんな手をかけてああいうお刺身になっていたり、この飲食店のお寿司になるっていう、こういう経験をすることによって物を大事にしたりとか、この食の文化に触れるってことができると思ったので、その辺を注意してやってみました。ちょっと僕も想像した以上に子どもたちがこの包丁を持つことにあんまり抵抗なくですね、やっていたのがすごく印象的で、非常に積極的に楽しくやれたんじゃないかなと思います。海と日本、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。